どうも、トゥーフォーワンです。はい。はい。皆さんお気づきでしょうか？はい。実は僕たち、今回ね、T シャツ作らせていただきました。今回からね。そう、今回からこれ着て。統一感があった方がいいということで、僕らの戦闘服を作りました。これ着てやっていきます。はい。今回の動画では、まあ、この3月27日に、新型コロナウイルスの影響で B リーグが中止となってしまって、まあ、ポストシーズンとか、全試合が中止になってしまったんですけど、うん、で今回も B リーグのシーズンが終わってしまったので、うん、2 for 1としてはもうシーズンの総括をしていこうかなと思います。はい、今回は東地区をまとめさせていただきました。はい、まずは東地区からやっていきましょう。はい、まずシーズン総括としてチームの順位発表させていただきます。はい、1位がアルバルク東京、はい、32勝9敗、強いですね。勝率は7割8分になってます。で、第2位が宇都宮ブレックス、惜しかったんですが31勝9敗、最後にね1試合中止になっちゃったんで、うん、そこの1試合がでかかったですね。うん、はい、で3位が千葉ジェッツ、はい、28勝12敗、うん、まあ、勝率7割キープ。はいはいはい。で4位はサンロッカーズ渋谷、うん、今年ね、はい、快進撃を起こしてましたね。天皇杯も優勝した、うん、27勝14敗。はい、で5位が秋田ノーザンハピネツ、うん、19勝22敗。はい、これ実は去年が17勝だったんですね。うん、17勝43敗ということ で40試合で19勝ということはだいぶ快進撃を、ね、しております。だいぶ改善して、うん、で6位がレバンガ北海道、うん、まあ、13勝27敗っていうところで、まあ、これも昨シーズンより、そうだね、昨シーズンが10勝50敗だったんで、うん、まあだいぶ改善されましたね。うん、まあ、オリモさんパワーもあって、うん、っていうのが、今回の東地区のチーム順位となっております。はい、はい、お願いします。じゃあまず、うん、アルバルク東京から見ていきましょうか。はい、見ていきましょう。はい、スタッツ紹介させていただきます。はい、まあ、ここに画面に表示されてるんですけども、うん、まあ、特質的なところだけご紹介させていただきます。はいはい、フリースローの成功率がリーグ全体で2位になっています。はい、すごいですね。すごい、これはすごい数字です。うん、で 77.4% なんですけども、はい、これどうですか、この 77.4 って実際高いですね。高い、大体 75% 超えたら高いって感じしますね。うんうん、僕ちなみに多分 40% ぐらいですベーモーレスぐらいの。そうです。ベーモーレスぐらいの。はい。成功率。で、1試合の平均ターンオーバー数、はい、これが、9.8 で、はい、リーグで2位の記録になってます。さすが。はい。ミスをしないっていうところです。そうですね。うん、で、次が失点。これが一番すごいんですけども、はい、リーグで唯一69点、60点台を記録してます。おー、すごい。はい。それはすごいですね。リーグで1位です、もちろん。リーグの平均が77点ぐらいですね。うん、リーグの平均77点。点うん、なんで、まあ、それより8点少ない。4本分違うと。だいぶね。だいぶ違う。すごい、それは。すごい。うん、で、最後に、得失点差っていうところなんですけども、はいはいはい、平均の取得得点、うん、引く平均の失点が、9.6 で、これがまた1位の記録になります。平均 9.6 点差をつけて勝ってるってことですね。すごい。だいぶすごいですよ。すごいですね。うん、さすが2連覇中の王者って感じですよね。うん、まあ、来年も、まあ、こういったすごい記録を見せてくれるのかなと思ってます。まあ、今年に関して言うと、うん、馬場雄大選手が、はいはいはい、NBA の挑戦で海外に出てったりして、うん、まあ、その主力が結構抜けたりしてて、うん、大丈夫かなみたいな、うん、そういうふうに思ってた人も結構多かったと思うんですけど、うん、始まってみたらね、すごかったですね。やっぱ安定感が本当に違うなって感じですね。うんうん、アルバルクはさすがです。うん、で最後の最後に2勝して単独1位ですよね。うん、すごい、まあ、安定のアルバルクだなっていうところですね。はい、じゃあ次は宇都宮、はい、ブレックス、宇都宮ブレックスになります。はい、スリーポイントが、リーグで第2位、はい、成功率、スリーポイント成功率が第2位になってます。36.3%。はい、で、こちら、もう一つすごいのがありまして、平均ターンオーバー数、はいはいはい、これが、9.3。失点も、リーグで2位の記録になっていて、72.7。おー、すごい。すごい記録になってます。で、先ほど挙げた得失点差。はい、
がこちらも、9点ですね。まあ、1試合9点差つけてすごいですね、まあ、勝つっていうところが、特徴になっています。はい、はい。まあ、ブレックスはね、さっきも49勝して、うん、すごい強かったんですけど、うん、まあ、今年も安定の強さで、うん、あとまあライアン・ロシターがね、うん、日本国籍を取得して日本代表になったりとか、うん、そういうニュースもあって、うん、あとはテーブス海とか、そうだね、うん、話題のテーブス海も入って楽しみでしたけどね、うん、CS とかもね、そうやな、あと比江島とかも、で本当に層が厚いチーム、うん、第7節から第15節にかけて、うん、まあ、15連勝したりとか、うん、ずっとこの東地区の首位をキープしたりしてて、うん、本当に安定感のあるチームでしたね、うん、じゃあ次は千葉ジェッツ。千葉ジェッツ、まあ、あのこちらも、まあ、数字を簡単にすごいところ上げさせていただきます。はい、はい、2ポイントの、平均成功率、これが 55% になってます。はい、スリーポイントエリアの中で決めたシュートが、あの 55%、 これがリーグで第2位の第2位、うん、すごいですね、すごい記録になっています。で、スティールなんですけども、うん、まあ、あのガード選手結構千葉って言ったら豊富じゃないですか、はいはいはい、でこれもあって、まあ、あの平均が 7.7、 おお、すごい、リーグで第3位の記録になっています。はい、平均ブロックが第1位、 3.3、 おお、すごいですね。まあ、ギャビン・エドワーズとかね、うん、ダンカンとかいますから、うん、すごいですね。すごいです。うん、あとは、平均得点、これがリーグで第2位の記録になってます。はい、で、83.4。まあ、そのイメージありますよね。千葉といったら攻撃ガンガンやっていくっていう、うん、イメージありますからね。うん、で、それもあってか、まあ、あの先ほどご紹介した平均得失点差、うん、これが、リーグで第2位の9点になってます。おー、すごい。すごいです。これが千葉ですね。やっぱ東の3チームは本当強いっすね。強いです。どこも。上から3つは本当に強いですね。さすが激戦区って感じ。うん、まあ、千葉は、ね、さっき52勝っていうリーグ記録を達成したんですけど。驚異的な。うん、まあ、今年も、まあ、そこまではいかないですけど、うん、すごい記録ですよね。うん、でまあ、今季はスタートダッシュちょっと失敗して、うん、最初2勝5敗っていうスタートだったんですけど、そこ、うん、からまあ年明けで12勝2敗っていう、うん、すごい調子を上げてきて、うん、これからがやっぱ楽しみだったところだったんで、うん、ちょっと悔やまれるところやっぱありますよね。そうやな、うん、2年連続ね、ファイナル出てるし、うん、今年もいけるんじゃないかっていう空気がありましたから、うん、そうやな、うん、で、まあ、あの特別指定選手とかも、うん、まあ、大倉君とか大倉君とかね、うん、結構活躍してましたよね、うん、まあ、来年も期待したいですね、うんうん、次はサンロッカーズ渋谷。サンロッカーズ渋谷になります、はい。でアシストが、うん、22.0 でリーグで第2位の記録になってます。おー、すごいですね。すごいです。うん、やっぱりあのベンドラメだったり、あと山内選手だったりとか、渡辺選手だったりとか、本当になんかあのチームもスタメンコロコロ変えたり。そうですね、はい、あとライアン・ケイリーとかね、うん、あのパス回せるビッグマンがいますから、やっぱそういうところでやっぱパスの周りが良くて、うん、アシストも伸びてくるのかなって感じですよね。うんうん、スティールも平均第2位で 8.8 の記録になってます。ベンドラメもね、うん、得意ですからね、スティールは。うん、ブロックが、3本、平均3本でリーグで3位の記録。おー、サイズもね、サイズすごい。チャールズ・ジャクソンとか、うん、あとは、一番すごいところは、平均得点、はい、これがリーグで第1の85.4点。おー、すごいですね。圧倒的です。うん、2位と2点差、千葉ジェッツと2点差上げてるような、ね、うん、まあ、攻撃のイメージの千葉よりも、まあ、さらに上を行くような、攻撃がすごかったと、ね、うん、いうところが渋谷になります。まあ、ね、シーズンオフにサクレが引退して、うん、どうなることかと思ったんですけど、うん、新しくサイズだったりとか、うん、チャールズ・ジャクソンとか、うん、あと石井康介とか、うん、川谷とかもそうですけど、うん、結構やっぱ新加入の選手がみんな活躍して、うんうん、いい感じになって、うん、まあ、今年はもう本当に東地区の上位に食い込むような感じでしたよね。うん、そうやな。まあ、やっぱり東地区が強すぎて、まあ、今リーグで4位になってるけど。そうですね。で、まあ、途中結構首位にも行ったりしましたから、うん、で天皇杯も優勝したりとか、うん、本当に充実したシーズンだったんですけどね。うん、はい。で、5位の秋田のザ・ハピネス紹介させていただきます。はい、で、特質的なスタッツとしては、はい、スティールが
なんと第1位リーグで 9.7 すごいですね。まあ、やっぱあのスティールといえば中山選手とか、まあ伊藤選手とかイメージありますよね。イメージがあるなっていうところが秋田の強いところなのかなと思います。で、他には、すごいところとして、はい、失点がリーグの第3位と、あすごいですね、 73.9 になっています。はい、まあ、こういったところはブロックとかコルビ選手とか、はい、まあ、活躍してるのかなと思います。まあ、チーム全体でも結構、ね、秋田って頑張るチームだし、うん、そういうなんかディフェンシブな感じですよね。うん、まあ、今期からあの、はい、前田ヘッドコーチが就任されて、はいはいはい、まあ、結構熱い意識が変わったというところもあるんですよね。うん、まあ、そういったその意識のところから、うん、まあ、勝率とかも向上したのかなと、はいはい、昨季がね、18-43敗だったんですけど、うん、勝率が 28.3%、うん、で今季は19勝22敗っていう、うん、勝率が 46.3% っていう、一気にこう上がっていった、成長していったって感じですよね。うん、まあ、あと細谷選手とかね、うんうん、古川選手とか、ね、うん、結構新加入の選手もいい選手が入ったんで、うん、攻撃面でも結構向上しましたよね。確かにそうな、うん、はい、で最後にレバンガ北海道、はい、はい、で、特質的なスタッツっていうところはちょっとあのなかなか今季は振るわず、そうですね、まあ、あのいいところとすればターンオーバーが、はい、まあ、リーグで5位で実は少ないっていうところですね。っていうところが、まあ、あの特徴にはなってくるのかなと思います。はい、まあ、昨季がちょっとね10勝50敗っていう、うん、結構散々なシーズンだったんですけど、うん、まあ、今季はもうここまで13勝27敗っていう、すごく結構向上してて、うん、あとはまあ今季はでも開幕から4連勝っていう、スタート打者は成功したんですけど、うん、やっぱりねリーグ、うん、東地区ってのはすごい激戦区なんで、うん、なかなかこうね同地区との対決で勝てないってところがあるから、うん、まあ、勝ち星は伸びなかったですけど、うん、まあ、それでも実力があるチームだったと思いますね。うんうん、まあ、実際今年は、うん、まあ、堀本選手が、まあ、引退というところで、はい、あと松島選手もそうですね、うん、引退ってなっちゃったんですけど、うん、あとはまあ今季オールスターもね北海道であったんで、うん、そこが盛り上がってよかったですよね。うん、はい、じゃあ東地区はこんな感じですかね。はい、やっぱり東地区っていうのは本当に強いチームが多くて、うん、今シーズンも上から4つですか、はい、はもう勝率6割以上っていう状態で、うん、本当に激戦区強い。で今年も多分このまま行ってれば、うん、まあ、4チームが CS に出てたっていう、うんうん、本当にすごいシーズンだったんですけど、うんうん、やっぱ最後まで見たかったっていうのはありますよね。そうですね。この地区からね、優勝チームが出る可能性も、すごい高かったと思いますから。うんうん、まあ、アルバルク東京とかも、まあ、3連覇もかかってたところもあったので。そうですね。うん、まあ、それもね、千葉ジェッツが雪辱ということで、3度目の正直となったのかどうかっていうところもありましたもんね。うん、まあ、はたまた違うチームが行ってたのか。宇都宮がね、うん、勝ったとか、うん、サンロッカーズが勝ったとか、まあ、いろんな妄想はできるんですけど、はい、本当に見てて楽しかったですよね、うん、今季は。まあ、来季もあの東地区っていうところ強い地区になりますので、うん、皆さん注目していただければと思います。はい、はい、次回は中地区を総括させていただきます。はい、お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは241でした。バイバイ。